ミルクラボープラス。吉田慎太です。そうです。よし、始まりましたミルクラボープラス。はい、ということで早速参りましょう。今回のテーマはこの時期ですね。はい、緊急テーマ2020総集編。やってまいりましたね。まあ、ということで、まあ、今年を振り返っていこうと思うんですけど、まあ、普段と結構違うんですよ、今回。何ですか？っていうのも、まあ、今まではこういうの良かったねって皆さんが選んでいただいたりしますけど、はい、今回はあのこれを見てるファンの方に、はい、あん視聴者投票ですか？あ、そう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 。視聴者の方にいっぱい募集して、なんか結構な方がね、答えてくれたらしいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なので、その本当に皆さん見てる方が選んだ本当のこう名場面集をね、なるほど、まあ、見ていこうかなっていう。名場面集。はい、名場面集。なんで2回言った方がいいの？あ、説明してちょうだい。いや、ちょっとテラップもらおうかなと思って。今、あのこう有名の名前の名場面集と迷いの名場面集の2つが今回あるんですね。こう巻き上げてると思うんで分かるんですけど、テラップもらおうってね。テロップ出してほしいな。ここ別に戦場じゃないけど大丈夫。自分らしく言いましょう。はい、さあ、ということで早速見ていきましょう。It's show time。 さあ、やってまいりました。ちょうだいよ。なんか確か長い付き合いで、最初は子供同士だったけど、お互いでもお互いになってたのを よく感じて、そう、またもっと大人になってくるかな。ボトス、ドンキ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 、波動拳。これあれじゃん。今日の髪型いいね。めっちゃいい。ライン、ありがとう。若竹竜。早く覚えていかないと。若竹竜覚えていかないとヒントいけないよ。あれ出していいのか俺。出していいのかな。出すかねえのこれ。出すかねえのか。出すかねえだろ。肘まで来たよ。おならっぺ。安いね。超懐かしいじゃん。これは良かったですね。感電は、緊張しました、ね、緊張した。これ緊張しそうだよね。ちょっとね、手ガタガタ震えたもん。なんか裏話になるんですか。いや、本当スタッフさんが見てるわけよ。はいはい、見てるんだ。5、6人ぐらいで、みんなもうほんとね、何よりも緊張した。ライブより緊張した。え、ちなみにこれは、うん、あれ、まあ、言っちゃえばよくファーストテイクとか流行ってるじゃないですか、はいはいはい、一発撮りですか。でもこれずっとつるって一発ですよね。あ、そうなんだ。でも切れなく、私まあ2回ぐらいしか歌ってない。レコーディングとかでさ、そんな一発つらってたことないじゃん。ないない。基本的になんか何回もやるじゃん。うん、したらこれさすがですね。さすがです。これはいや、めちゃくちゃ緊張したよ、ほんとに。いや、これはね、よかったんですよ。僕はすごい良くて。あ、ほんと送ったじゃん、マジでいいよって。珍しくない？珍しいね。最後のなんかニアとワンのくだりがマジでキモいんじゃん。それはマジでやめてくれ。はい、それ言います。それはね、僕の提案じゃない、あの人。あの、僕たちの名物ぶっこみマネージャー。あー、あー、これジュエルと俺のやつ。あ、チンとの髪がすごい黒いね。俺なんか前髪、なんか前髪まだ痛い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 。本当にこれマジで。あら、ベロの感覚なくなるぐらい痛い。目がうまい。そうだね。食べ続けると。ちなみにこれカットされてるけど、食べ終わってから俺ガチ泣きしてんの俺。ガチ泣き。うーっつって痛すぎて。すごい、本当にすごい。これはもうタイマーが見えるからさ、うん、やばい、これはどっちか食わなきゃと思って。すごい時間制限あるのか。そうそうそう、5分でしたね確かね。これがしんどかった。あー、やばー。
すごいよ。あのね、強い弱い、もしかしたらあるかもしれないけど、レーベって出走るんじゃない、汗のレーベって分かると思うんだよ。メンタル、どの口が言ってんの。討論すんなよ。あれ、かっ唇やばい、俺めっちゃ腫れてるよね。やばい、ローション、あ、食べるしかない、食べるしかない、食べるしかないよ、とって。なんかなくていいよ、何だよ。はい、ということでね、あのここまで、3つ名前の方の、ね、名前の方の名場名詞見てみましたけど、はい、名人の、なるほどね、はいはいはい、しっぺがありまして、しっぺね、まあこれは確かに関連がありまして、うん、関連と激辛焼きそば、焼きそば、はいはいはい、なるほどね、え、だよね、ね、なるほどねって何、いや、激辛入ってくるんだと思ったそれ、ね。なるほどね、なるほど、テロップ稼いでんだよ今。なるほどね、てんてんてん、それ裏話ですけど、なんかの俺テレビ見たんですけど、海外にこの焼きそばを持ってって各国やったんですけど、20人に1人しか完食できないらしいんですよ。そんぐらいだから日本が作る激辛って頭飛んじゃってるんです本当に。結構だよね、結構だから頑張ったなって思う。迷った名場面集もやってみますか一回ね、はい、名場面集、血迷い集ね、血迷い集、血迷い集もございますので、ぜひこちらもご覧ください、どうぞ。どうもこんにちは、三重の吉田純人です。言ったよ、あー、こ、あ、吉田、これ入るんだこっちね。今回ですね、髪を染めました。結構びっくりだね、本当に。いや、まさか、おはよう。え、どうした？俺絶対染めないのかな。うん、何だ？これ、下さんにドア開けといてあげる、優しいって書かれる。ちょっと嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そこも幸せに閉じ込めるから、これ意地するだろ。意地でこうやって。うん、え、その合ってると思いますけど。え、誰？その時の十太郎の。あ、どうも、化粧品。いい感じだね。おはようございます。おい、おはよう。誰が二人いるのかと思った。誰が二人いるかわかるよ。え、本物だよ、二人は一枚の。こういうの二人。本物でした。はい。あ、何びっくりした。いや、そ、まあ、意味わからないけど朝から。本当朝だよ、これ。いや、本当早朝だったら、ね、頭回らん。そっきり。いや、まあ、そっきりね。あー、びっくりした。いや、まあ、寂しした。来たな、なんで一緒意味やから、そんでお前がボケんの、ちょっとわけわからないけど、朝から頭が使わずに入ってくる。まだ迷いすぎでしょ。だからここで大ちゃんね、おはよう。これが欲しいの、これが欲しい、マジ。いや、本当に嘘でしょ、本当に言ってんでしょ。待って待って、スプレー、スプレー、スプレーか、違うよ。え、本当に染めだって。え、これカツラじゃないでしょ。本当に。さすがバラエティ。え、どうしちゃったの。あ、すごい。ありがとうございます。はい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 。スプレーか、あ、いいか、マジで。そう、なんか拭いてみる、一回取れる、なんで拭こうとするの、毎回止めてる。やんば、マジ止めた、なんで。いや、ちょっと、弾けちゃった、似合わな。おい、あー、これも今年か、出川君、はい、すいません、行っちゃいましょう、懐かしい、なんか字が出てる、何がお願いします、最初はグー、なんか細いっていうか、なんか意気込みお願いします、20個なんかちっちゃいな、鍛えました、鍛えた、まあでも鍛えたし、ジェムとかも行ってるし、でもなんかちっちゃいな、スケールがちっちゃい。中3ぐらいだもん。うん。うん。なくて怒っていいんだ。照れくさい。照れくさい。力に変えて頑張っていくと。ありがとうございます。これピカイチだよ、お前これ。よい。さっ。
らんで、ね、どっちもあるじゃない、もう愛してる。あの時は愛してるゲームで笑わない、そして相手を潰すための変っていう両方で戦ってるから、うまいよねそれはね。できないもんあれ。第2ゲーム、まばたき禁止ゲーム。わー終わった。これこれコンタクトでやばいね。これ終わった、はい、すごい長くね。全力だねこの人。ちょっとこれコンタクト勢やばいですよこれ。ねやばいね。じゃあということで、これ僕フィーバータイム入りたいと思います。僕も入ります。これさ、これ結構泣いてたのよ。あったよ、ね、そんなこと。画質悪くてあんま分かんない。フィーバータイム入りました。フィーバータイム入りました。何の音楽だよ。やめて。僕が特別アイテム使ってもいいですか。はい。出た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 。扇風機。はぁ、これに向かって全部してて。ダメじゃん。もうおもろいもんな。もう田舎の、田舎にやんちゃモードだよ。これね、最強。意味がわかんない。やっていいのこれ。いいいい。まだまだ。シュンタ君の挑戦です。よーい、スタート。おー、かっこいいかっこいいかっこいい。やばいやばいやばい。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 こう見るとさ、名人の目も血迷いの方の目も吉田陣取率高くないですか。高いっすね。高いよね。高いね。やっぱ面白いんだよ。いや見た目だけじゃないけどね、やっぱ。お前面白い。あ、終わった。ハヤトがね、褒める時ってそうじゃない時なのよ。いやいや、ちょ、ほんとそれ思います。ほんとに面白い時ですよ、それは。ほんとですか。はい。いや、なんか、面白いんか。いいよね。いいキャラしてるよね。そうなんよ。必要なのよ、こういうキャラは。結局さ、例えばミルクラボの曲がってたけどさ、うん、MV 撮影とかしたじゃん、僕と大地くん。はいはいはい。結局、オチに使うのはジェント君。そうなのよ。まあ、そうなのよ。ってなってくるんだよ、やっぱり。そうなんだよね。そうそうそう。いや、もう嬉しいよね、みんなのなんかおもちゃにされるのね。いや、顔はやっぱかっこいいじゃないですか。そうそうそう。顔かっこいい時、なんかね、ちょっとダサいとこがあるのがいいですよね。これ、なんで覚えてるの。褒める会社ね。どうでしたか、名場面集でしたけど。いや、まあまあそうですね。まあなんかみんなあれなのよ、変な天然なんだよね、なんかみんな、まあ、ちょっと入ってるよね、みんな。ちょこちょこなんかそれぞれあれ、ね、だからもうこっちも見てるのも面白かったですしね。よく撮ってくれたよ、あれ。ああ、まあ本当だね、うん、ナイス企画。再生回数も多いですし、これなんかこれね、これいい感じに、まあちょっと盛って10万回ぐらいやってますよね。盛りすぎ盛りすぎ。すごい、ね、まあ愛してるよゲームも割と名場面、その名人の方の名場面だなと思って。
まあ、確かにね。まあ、まあで、シュンタのだけは迷ってるあれ。あれ迷ってんだよ。意味が分かんない。おまゆきだけが意味わかんなかったね。だ勝つゲームでしょ。負けに行ってんだよ。崩壊してんだよあれ。いやあの時さ、みんなさ、リモートで全然会ってなかったじゃん。で、久しぶりに会って結構テンション上がったんだろうね。まあ、ちょっと楽しかったね、久しぶりで。楽しかったけど。あの時期に家に扇風機あるっておかしいからね。確かに。本当に作業面白いね。いや、めちゃくちゃね、あれは面白かったです。他に思いつくのありますか？他なんだろうな。あ、でも名誉名手といったら、まあこれ多分締め切ってると思うんですけど、コロチキさんとのコラボね。 あと、ミキオドさんとのコラボ。ああ日本はもう、なんて言うんだろうね、殿堂入りというか。まあそうですね。ね、やっぱりすごい。あれのやっぱりじゃんけんチョキっていうやつがあるんですよ。あれは名場面集じゃないですか。でもさ、急にじゃんけんでさ、口と手同時に出したらさ、できなくない？いや、できるできるできる。じゃあやって、ちょっと2人で最初はグーじゃんけんチョキパー。できるか。じゃあやろ。最初はグーじゃんけんパー。あ、ちょっと待って、あ、パーだ。はいはい、これあの、来年の名場面集、前の方でお願いします。もうランクイン、今年のうちに。すごいね、やっぱね。愛してるゲームが本当面白かったと好きな動画もう2巻撮ってます。マジ？うん。あと面白かった動画に、トップ3の中にみきおださんとのコラボの動画、フットサルの動画とか。結構だからこういうのもね、やめとけよやめとけよ。コラボまたお願いします。やめとけってもう忘らせたかも。はい。まあなんかこういう動画もね、こう参考にしつつ、来年もっと面白いものを届けていきたいなって思いますね。そうですね。うん。ということで、まあ、これは後でしっかりと見させてもらいますけど、見たいですか？見たい見たい。うん、じゃあどうぞ。すごい、4位、俊太と一緒に勉強しようが入ってる。すごいね、あれ。やっぱ勉強はやっぱね、僕たちのファン層はやっぱ受験生とかも多いですから、結構。なるほどね。で、正直見てないや、あれ、俺も勉強しねえから見てねえわ。1時間見れねえやと思って見てねえや、あれ。移動中にミルクがただただゲームをしてるだけなのに6位に入ってる。ほんと？やっぱああいうのも好きなのかな、やっぱね。確かに。あれ面白かったわ。うん、楽しかったね、あのゲーム。いや本当にね、たくさんあのアンケートも答えてくださってありがとうございました。ありがとうございます、ね。まあ、今年、まあ、5人で走り出していろんな動画も撮ってきましたけどね、来年はもっと面白い動画、はい、そしてね、透明版のツアーも春からございますので、はい、はい、ぜひ皆さんもね、来年はよりミルクと一緒に楽しんでほしいなというふうに思います。さあ、ということで2021年も応援よろしくお願いします。お願いしました。ということで、このお願いしました。いいよ、突っ込まなくて、はい、ということで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、来年もよろしくお願いします。以上、僕たちはミルクでした。バイバイ。 See you next time。 おー、最近したんですよ。プラス、ヒカキンさん。コラボしたいです。コラボじゃなくてもいいです。お会いしたいです。コラボじゃなくてもいい。それコラボじゃなきゃ。個人的にお会いしたいです。今、いや、ミルクラブ一回見てください。一回、まあ、ヒカキン TV にミルクラブの名前出してください。一回。ダメダメ、おこがましいです。売名選手権みたいな。それは売名じゃん。